では、今回やってくゲームは、ザ・ピルグリムじゃ。なかなかダークな感じなんすけど、どんなゲームなのかのー。ふむ。主人公は、この、ゾンビくんなんじゃがな。おう。いわゆるクリックゲームっちゅうもんで、ステージ上にある同じ記号を探し出し、先へと進むパズルゲームじゃ。そんでよー。これが、その記号ってやつっすね。うんよ。このように、入手した記号と同じマークを、画面上から探し出し、打ち込んでやれば OK じゃ。難しい操作はいらないようなので、結構シンプルな内容っすねー。じゃが、当然のことながら、ステージを進めていくと、難易度は上がっていくさかい。画面を凝視して、探すことになりそうじゃのー。小さいものから大きなものまで、いろんな場所に隠されているんすねー。あと、同じ記号を作るため、ギミックを動かす必要があったりと、なかなか凝った作りの場面もあったのー。ほうほう、これは頭を使うのー。それでつよ、実際にプレイした感じ、どうでしたかい？そうじゃのー。なぜゾンビなのかはよくわからんが、ダークな感じの作り込みが良かったんで、雰囲気は存分に味わえる作品じゃったのー。なるへそつねえ。でもな。なんだ？これはレビューにもあったんじゃがな。おう。カメラの動きが独特で、結構動いてしまうシーンがあったんで、そういったのが苦手な方は、少し酔ってしまうかもしれんのー。そうだったんすねー。